フェリアで、アブリルディルデセビリアは、スペインセビリアで開催される祭礼。青週間の約2週間後の6日間に開催される。フェリアでプリマベーラとも。日本では、セビリアの春祭りなどと表記され、バレンシアの火祭り、パンプローナの牛追い祭りとともに、スペイン三大祭りの一つに数えられる。春祭りの歴史は1847年まで、遡ることができる。 19世紀前半のスペインは、ナポレオン戦争などで疲弊し、1842年10月には、セビリアをハリケーンが襲った。セビリア市議会は町に漂う、遠征艦を拭い去ろうとし、バスク地方生まれのホセマリアイバラ、カタルーニャ地方生まれのナルシソボナプラタという、スペイン北部出身の二人の議員によって、13世紀から17世紀まで行われていた。 畜産見本市を復活させることが提案された。スペイン女王イサベル2世が見本市の開催に同意し、1847年4月18日、セビリア郊外のプラドデサンセバスティアンで初の見本市が開催された。19のカセータが登場したが、商人と客との交渉の場や休憩空間であり、現在のようなカセタとは異なっていた。翌1848年には、 モンパンシエ公爵と公爵夫人によって三つの稼い田がセビリア市庁舎前や火事の前に置かれた。やがて屋台、移動遊園地、サーカス、花火大会なども登場し、また第一次世界大戦後には農業の機械化が進んで家畜の需要が減少したこともあって、徐々に家畜見本市から祝祭の要素が強くなった。現在では家畜見本師の性格が完全に消えて、 華やかな祝祭という性質に変化した。現在では、馬や馬車のパレードが行われるが、これは、家畜見本市の時代に、ブルジョア階級の人々が、スペイン各地から、馬や馬車で、セビリアを訪れていたことの名残である。開催場所の地図セビリアの旧市街からグアダルキビール、川を挟んで海岸に位置するのが、ロスレメディオス地区であり、1973年以降は、 この地区の南側一角で開催されている。特に中心となるのはインフィエルの通りである。会場の入場門はセビリアに存在する建物を模しており、毎年工夫を凝らして制作される。1500メートル600メートルほどの区画に火星タと呼ばれる祭り小屋が1000個以上も並び、火星タの中では飲食パーティーが催される。多くのカセータは主催者による招待制であり、 観光客が気軽に入ることはできないが、観光客向けの公営の稼い多も存在する。また、移動遊園地などがあり、フラメンコショーなどが開催される。レアルマエストランサでカバジェリーや闘牛場では、連日闘牛の工業が行われる。春祭りでは、男性も女性も着飾っている。男性は、トラエ、コルト、女性は、フラメンカという伝統的な衣装を着るのが、理想的である。 伝統的に男性は、コルドベスと呼ばれる帽子、またはソンブレロを被る。青週間の約2週間後、火曜日から日曜日までの6日間に開催される。正式には、月曜日24時の点灯式で開幕し、6日間、続いた後、日曜日24時の花火で閉幕する。しかし、多くのイベントが正式に開幕する前の土曜日から、始まっている。連日、 民族衣装を着た男女のパレードなども行われる。出展、andalusia.com ありがとうございます。